アサカアニメティックナイト。CBC ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。地元名古屋出身のアニソンシンガー、アサカです。模様の夜、我と探せしませんか。どうなんでしょうか。果たしてこれは正解なんでしょうか。ちょっと答え合わせしたいと思います。今日のゲストはこちらです。地名古屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさかの方向だったんですけど、びっくりした。いや、リクエストいただいた内容がアステカ王国の住人っていうちょっとあんまりピンとこない内容で、いやこれはあれですよ、もう昔の文明の壁画とかに書いてあるようなイメージですか。ちょっと横向きのみたいな変わったポーズしてるんですよね。はい、でもすごいいい感じでした。喋ってんの見たことないんで映像残ってないですもんね。残ってないから。そうですよね。どうでした、マヤさん。いい感じです。私の頭の中にはないその文明の息吹を感じたので、あ、すごい、あさかさんっていろいろ見えてるんだなって思って今感動してます。ポジティブにありがとうございます。ということで今日はまやさんとお送りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。そして歌プリシリーズの一時音や役やウルトラマン大河の大河役などでも知られる声優で歌手の寺島拓磨さんがコメントで登場です。お楽しみに。それでは土曜の夜の30分、あさかとおたかつしましょう。アニメティックナイト。わあ、君に飛びたい、その熱い情熱のシンガー。改めまして今日のゲスト、内田真彩さんです。はい、お願いいたします。スタジオに初登場なんですけど、番組としては去年と一昨年に2回もコメントいただいてて。そうですね。そんなプリティな声どっから出てらっしゃるんだろうっていつも声聞くたびに思うんですよね。いやそんな女ですよ、ね、もういろんな聞きたいことあるんですけど、はい、ちょっとまやさんのご紹介をさせてもらいたいと思います。はい、内田まやさんはですね、2010年に声優デビュー、2012年にサンカレア、中二病でも声がしたいと立て続けにヒロイン役を演じてブレイク。その後も数多くの作品でメインキャラクターを担当されています。本業である声優業と並行して富田明宏さん音楽プロデュースのもと2014年にアーティストデビュー、グリッドマンやダイヤのエースアクト2などの主題歌も担当されています。またこれまで代々木第一体育館や日本武道館でライブを行い、今年の7月にはなんと横浜アリーナでのワンマンライブを決定しています。はい、イエイ、やった、ありがとうございます。すごい、武道館に至っては1月1日お正月になってますから。そうなんですよ、すごいですよね。ファンからしたらありがたい。もうあの正月はでも今思い出してもなんか夢のようだったよっていうか、年末にリハやって、でもう31日とかはもうそわそわしながら、大晦日年越しところじゃないですよね。早く寝なきゃって思いながら布団入った記憶ありますもん。それはもうでも一生に何度あることじゃないので、いい思い出ですね。でもね、しかも今年で声優活動10周年。はい、そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう声優としても歌でも本当にいろんなことやられていますけど、私本当にまやさんの演じてるキャラクターが大好きで、あ、本当ですか。もう最近だと役ネバのノーマンとか、あ、ありがとうございます。クレジット見るまで全然わかんなくて驚愕。はい、あとあのドメカのルイちゃんもまたちょっとツンデレな感じが、でしたね。いつも萌えキャラのイメージが強かったんで、でもやっぱりライブとかもたくさんされてて、私いつもライブを拝見して思うのが、衣装がすごい可愛いんですよ。ありがとうございます。あれってご自身でなんか案を出されたりしてるんですか。そうですね、例えば兄様とかは、アイスクリームが着たいですっていうのだけ伝えるんですよ。アイスクリームが着たいってアイスクリームでって言って、わかりましたってなってアイスの柄の布を持ってきてくれとか、服を持ってきてくれて、はい、でこっからこういろいろやってこうみたいなとか、あと赤が着たいです。でも赤は赤でも、なんかあんまりこうオレンジっぽくない方がいいなとか、いろんな色を言いながら、なるほど、そう、なんかそれをスタイリストさんとかにこう仕立ててもらってっていうのを、大まかなのをじゃあお伝えして。そうですね、細かいのは無償さんが、あとはもう任せたってあと絵とか見て、絵をこれだって思った、絵の中の代々木大一の時の、はい、花柄のなんかロングワンピースを着たんですけど、はい、あの時のやつはボッチチリの春っていう絵があって、はいはい、
その絵に登場している女性がすごい素敵だったんですよ、はい、女神みたいな感じで、うんうん、これ着たいと思ってこれだみたいな、それで春のこれをやってくださいって言って伝えて作ってもらったみたいなとこがあって、なるほど、なんかインスピレーションでピピってやったらピって作ってもらって想像豊かなんですね、きっと好きなものが多いですね、おそらく。最近はキティちゃんが好きです。キティちゃんハローキティちゃん、ハローキティあのとか、あとはちょさっきもあのアステカブームやっていただきましたけど、はい、なんか都市伝説とかめっちゃ好きでめっちゃ見てて、まあ、なんかそういうのを YouTube とかで見つけては調べたりとか、はい、なんでもう年間何個始めて何個こう飽きてを繰り返すのかってぐらい長く続いてるのは野球とかなんですけど、結構趣味が多い感じですね。なんか私勝手なイメージなんですけど、はいはいはい、まやさんってこう家ですごい料理をされてそうなイメージがあって、はあ、なるほどなんかそういうなんかなんだろう、天真爛漫なんだけどすごいあの奥が深い女性だと思ってたので、なるほどなるほど、なんかさっき都市伝説が好きって聞いて都市伝説がお好きでも多分おろろろって1ヶ月ぐらいして飽きてるとこれねよくないんですけど、でもだからそうですね、家にあんまりいないんですよ私。あ、いないですか。いない、こう外に出たくてアウトドアな感じなんですね。ドライブしたりとか、あ、素敵。ちょっと出たいですよ。そうか、なんか免許のお話もなんか、うんうんうん、昔されてましたよね。そうですね、免許取ったって話を。そうなんですよ、ね、車いい免許取ってから車の曲出したりとかいろいろしてるんですけど、超いいじゃないですかそれがあって、まあ、なんか本当に家にいることほぼほぼほぼない、ほぼないですね。なんか私と真反対です。あ、いい、ずっといるんですか。ずっとホラーゲームやってる、ずっとホラー映画見てるんですけど、ホラー好きなんですよね。ホラー大好きで、さっきもずっと都市伝説の話とかおすすめのホラー映画をずっと布教してて、まやさんに今日びっくりしました、この映画がおすすめですって言ってちなみになんですけど、まやさんが好きなホラーのジャンルってあったりするんですか。はい、私でもホラー結構何も起こらない感じの映画が好きです。もうあずっと静かにじわじわやばい気がするっていうのが続く。じゃあ完全に日本の映画ですね。そうですね、邦画ですね。邦画系だったのが好きです。まあアメリカの映画はもうジェットコースターにドッタンバッタンガッシャンお化けバイバイ以上フィニッシュ。分かりやすいんでストレス発散なんですか。それはもう発散ですね、見て楽しむみたいなあでもマヤさんに揺れる人形、揺れる人形って邦画があるんですけど、ほうほうほう、結構ジメジメした結構ダーク寄りの感じなので、おお、見てみよう。結構ジャケット写真もね、あのお風呂に人魚が使ってるんですよ、うん、人魚っていうのは人魚がお風呂に使ってるんですよ、はい、ちょっとかなりインパクトあるものなの で、ね、揺れる人魚ぜひ。はい、ちょっと体力がたくさんある時に、ね、元気な心が元気な時に、はい、ぜひ見てもらえたらと思います。そうします、はい、そんなちょっとホラー話で盛り上がっちゃいましたけど、はい、内田真彩さん先日3月18日に10枚目のシングル「ノーシナリオ」をリリースされました。ズバリ今回はどういったシングルになっているんでしょうか。今回はですね、10枚目ということもあり、はい、横浜アリーナが控えているというのもありで、感謝を伝えるものにしようっていうので、うん、結構こう2曲カップリングも含めて2曲入ってるんですけど、はい、どっちの曲もみんなとの今まで歩いてきた道のりとか、あとは私がステージ上で思ってることとか、まあ、ステージじゃなくても私自身が抱えてる思いを放出した2曲になってるっていう感じです。ノーシナリオなんかはベーメロとかに描かれてる時に、私歌っててレコーディングしてて、あ、ステージで私が立ってる場所と、じゃあバンドメンバーがいる場所と、ファンのみんなのどういう様子で私にサイリウムを振ってくれてるかっていうのまで見えるような、う、まあ、そんな曲になってるので、横浜アリーナで歌ったら私の想像している場所の感じとリンクして感動、私自身も感動するだろうなっていう、そんな曲ですね。じゃあそんな感動する曲をですね、はい、聞いていただきたいと思いますので、はい、まやさん曲紹介お願いします。内田真彩でノーシナリオ。内田真彩さんが3月18日にリリースした10枚目のシングルノーシナリオを聞いてもらっています。はい、キラキラしてる、はあ、ありがとうございます。その真彩さんが横割りに立ってる姿がもうふわっと出てきますね。ふわっと、もう幸せが声から溢れてるんですよあ、幸せ感は確かに、うん、とってもあるかもしれませんね。
なんか今まで、まあ、ギミレボもそうだし、はい、ドスカレッションもそうだし、ライブでこうみんなでおいおいする感じの曲ですけど、うんうん、これはおいおいするんだけど、なんか今までこう歩んできた歴史とかもすごい感じられる曲になってるので、うんうん、あと内田真彩的には、はい、遅いんですよ、いつもの曲より。遅い BPM 下げて、確かにテンポがちょっとゆったりめなんですよね。最初作ってた時はもっと早かったんですけど、やっぱ聴いてほしいっていう思いもあって、それでこういう形になってるんですよね。それはある、うんうん、今回作詞作曲が渡辺翔さん、はい、そして編曲は私もお世話になっております、はい、白戸さん、うん、白戸さん、白戸さんこういうの作るの得意だし、渡辺さんもね、こういわゆる泣きメロ、あー、そうですね、ちょっと切なくなるギュッとね、このメロディー作るのが渡辺さん上手なんですよ。いや本当にさすがだな。で今回ジャケット、はい、私も今手に取ってますけど、はい、この甘クリームがアザトジャケットですか、お花についちゃってる感じ。いやこれね、これはもう私ヒュッて取ってあげたい。マヤついてるよ。何者なんだろうこれは。何様だよ。それはすごいなんか朝霞が出てる。でも今回イチゴが、あ、そう、イチゴがすごいね、あのジャケットにもありますけど、 CD の盤面もイチゴになってて、あ、そう、可愛いですよね、すごい可愛くなってて。これ DVD の方はこれ何なんですか、これ、葉っぱの方なんですかね。いや、下手な部分なんですね、葉っぱでちょっと。そうなんですよ、すごいもうこだわりにこだわってらっしゃるのが伝わりますけど、距離の近い感じで撮っております。しかも初回限定版には DVD もついていて、そうなんです、ミュージックビデオとメイキングもついてます。しかもオフショットもある。オフショットも、はい、そうですよね。今回どんな MV になってるんですか。今回はこれも距離の近いものを作ろうっていうことで、私との思い出をこう振り返る感じで、映像が今の映像と、まあ、ちょっと過去みたいなのがあるんですけど、その過去の方を携帯で撮ってるんです。携帯で撮影したんですよ。あ、だからちょっとセピアっぽいっていうか、なんか映像の感じ違かったと思うんですけど、あれはあえて監督と、まあ、人数の少ない中でこう公演をバーって撮ったっていうのがあって、これちょっと生っぽいリアルな感じに撮れているっていうのが一つあるのと、すっごいすごい天気悪かったんですよ。全然わからなかったですよ。映像だと傘差してるのガチなんです。日傘じゃないんだ。日傘じゃないです、あれ。日傘が取られてた。違う、雪降ってたんです、その日。しかも雪そうなんですよ、すっごい寒くて、今年一寒くるぐらい寒かった日で、あの日なんですけど、もう全部外 の, そのロケはもう組まれてたので、全部外でしたよね。そうそうなんだって思い出シーンは傘を差しつつ、あの公園を走るとか、あと外でなんかシート引いてパン食べるとかあったんですけど、なんでこんな雨なのにパン食べてるんだろうとか思いながら、でも出来上がったのは、うん、まあまあみんなで頑張って作ったのもあり、内田真彩さん笑顔でね取り切れたから、すごいいい、うん、いい仕上がりになってて、ほっとしました。逆にもそんな感じられなかったです。雪も全然見えなかった。日傘だと思っちゃったぐらいですもん。あ、本当ですか。よかった、それは私の頑張りがね、DVD に多分なってると思うんで、その頑張りをぜひ見てください。おっしゃってるも多分そういう場面見れると思うんで、そうだ、そうだと思います。それもさに書いてるまやさん、ぜひ皆さん確認してみてください。そしてカップリングのラブフォーオールスターズですか、はい、こちら中野イザックさんが作詞作曲していて、はい、これはどういう経緯でなったんですか。これもあのお願いしたいねって言っても、あの渡辺翔さんもそうなんですけど、はい、この2人とも、この2人に、あ、じゃあもう前田さんサイドからアタックを、そうですね、私たちからこう、じゃあもうこの2人の見える内田真彩の景色っていうのを2曲とも作っていただいたので、なるほど、すごく愛をいっぱい込めていただいた曲になったなと思います、うんうん。また4月22日にですね、昨年12月に行った内田真彩ゼップツアー2019 We Are Hereゼップ東京公演の模様を収録したライブブルーレイ &DVD もリリースされます、うん、ファンの皆さんは映像で見れるのもまた嬉しいことですから、うんうんうん、きっと喜んでいると思うんですけど、いや、いいですね、こちらね、どんなライブブルーレイになっているんでしょうか。これあの6カ所回ったゼップツアーだったんです、はい、あの去年のライブツアーが、うん、でゼップが初めて で距離の近いライブをやってみたいということで、はい、今回組んでたんですけど、はい、もうあの回を重ねるごとに、はい、最初はこうちょっと照れつつもやってたとこがあり、どう煽ろうとかいろいろ考えてたんですけど、出来上がったんですね、6回目にして。すごいもうなんか熱量も上がりで、うん、見たことないぐらいオラオラマーヤに、結構日によってはもうなん、ベースの方のネクタイ掴んでみるっていう、
ベースを狙ったよロックになっちゃいましたね。いやでもなんかそのみんなが上がってる空気の中でどうにもオラオラが出たらしくてちょっと見返すの自分では怖いぐらいの感じで、しかも最終日なので、はい、もうなんか全部電気そうかもロック公演やった中で確立されたロック女王の風格がこの映像に収められてると。いやもう自分でちょっとなんで怖すぎて見れないっていう。でも逆になんかより一層アーティストっぽくなったというかそうなってたらいいですね。ライブハウスだからこそできたパフォーマンスだと思って見たい。ちょっと見ます私逆にそれそしてですね、4月5日には横浜アリーナでワンマンライブを開催されます。はい、いやこれもね初めてなのですごい楽しみです。本当にぜひ、ね、チケット情報とかだったりその他の情報はですねまやさんの、オフィシャルホームページや公式ツイッターをご覧ください。まやさん、うん、もうバイバイです。早いという間でしたね。なんか失礼ながらこう、はい、初めましてじゃない感じが本当に本当になんかすごくあって、うんうん、ぜひ仲良くしてやってください。来てください。もちろん番組にもまた遊びに来てください。待ってます、はい、ということで最後にリスナーさんへのメッセージお願いいたします。はい、ノーシナリオ、現在発売中ですが私の思いがたくさん詰まっている曲になっています。2曲とも皆さんに聴いてほしいのでぜひぜひ余すところなくフルで聴いてみてください。よろしくお願いします。はい、改めて内田真彩さんのニューシングルノーシナリオは好評リリース中です。そして4月22日にはライブブルーレイ &DVD をリリースし、7月5日日曜日には横浜アリーナでワンマンライブを開催されます。皆さんぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。ということで今日のゲストは内田真彩さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。改めましてこんばんは、朝香です。まやさんめっちゃ可愛かった。もうなんかあんなに盛り上がるって思ってなくて正直びっくりしてて、なんか都市伝説もお好きだしいろんなお顔のまやさんを掘り下げることができたんじゃないのかなと思いました。ということでここで私の曲もぜひ聴いてください。まやさんでもおなじみですがユニゾンスクエアガーデンの田淵さんに曲を書いていただきました。聴いてください。朝香で Razor Heart。 聴いてもらったのは朝香で Razor Heart でした。朝香アニメティックナイト。ゲストコーナーこの時間はセイグで歌手の寺島拓馬さんです。寺島拓馬さんは2005年テレビアニメ創世のアクエリオンアポロ役で華々しいデビューを飾り、その後もですね歌っぷりシリーズの一時おとや役やテレビアニメセイクリッドセブン誕生時アルマ役などの主役をはじめ多数のアニメゲーム作品の声を当てる人気男性声優さんです。昨年は特撮ウルトラマンタイガのタイガ役も担当されました。2012年からはソロの歌手としても活躍されています。まあ私は結構イベントとかでご一緒させていただいて、昨年のアニサマ、そして長野で行われたアニエラフェスタというイベントでもすごい短い期間で何回もお会いする機会があって、で秋野さんたちがね多分創世のアクリオンつながりでお知り合いだったみたいで、こう私と寺島さんがバックヤードでずっとひたすら踊ってるっていう本当にお人柄が素敵で明るい方で、こういう風にねラジオという形でコメントをいただけてすごく嬉しく思っております。ということでね、寺島拓馬さんからのコメント聞いていただきたいと思いますよ。どうぞ。アニメティックナイトをお聞きの皆さん、朝香さんこんばんは。寺島拓馬です。昨年は朝香さんとステージでご一緒させていただくことができましてすごく嬉しかったです。またね同じステージで一緒に歌える機会があれば嬉しいなと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。ここでですね、パーソナリティの朝香さんから質問いただいているということでちょっと読んでみたいと思います。寺島さんこんばんは。こんばんは。寺島さんは去年特撮ウルトラマンタイガでタイガの声を担当されていましたが、普段のアニメのアフレコとの違いや大変だった点はありましたか？ぜひ教えてください。ちょっとなんてこと言うんですか。この時間ならそうですね、キッズは聞いていないから大丈夫でしょう。そうなんです、僕はねウルトラマンタイガの声をやらせていただいたんですよ。いやびっくりしましたね、初めこの話を伺った時は。俺の声がウルトラマンって僕も信じられなかったんですけれども、主題歌も担当させていただくことになりまして、非常に嬉しいお話で、頑張って精一杯ウルトラマンタイガやらせていただきました。まあアニメとの違いっていうと、
アニメは事前に台本とそれから絵コンテだったりもしますし、まあ、絵出来上がってたりもしますけど、 VTR をいただいて家でリハーサルしてからアフレコに臨んでやるんですけれども、タイガの場合は事前には映像をいただいていなくて、当日もちろん台本は全部いただいていて読み込んでから行くんですけれども、その戦闘シーンで必要な、まあ、僕らは息アドリブって専門的に言ったりするんですけど、息のアドリブですね、うっはっとか敵に攻撃する時の気合の声だったり、そういう戦闘シーンの声っていうのは台本上表記されていないので、実際現場に行って映像を確認してからでないとどういうお芝居にすればいいかわからないんですよね。もちろんその合間に入ってくるセリフとかもあるんですけれども、その状況によって違ってくるので、ダメージを受けているのか、しゃがんでいるのか、飛んでいるのか、いろんな状況があると思うんですけれども、その状況を確認してもその場ですぐにお芝居に落とし込んでいかなきゃいけないっていうのがなかなか大変でしたし、新鮮でしたね。でも逆にライブ感があって、僕自身の練習しきれてないこの戸惑いみたいなものがリアルな戦闘の空気感とリンクしていればいいなと思いながらやらせていただいてました。ウルトラマンタイガーまだ見たことないよという方はぜひぜひね、見ていただければ嬉しいです。さあ、そんな僕寺島拓磨ですが、先日3月25日に4枚目のニューアルバムアッセンブルをリリースいたしました。先ほども話したウルトラマンタイガーの主題歌バディステディゴーも収録されていますし、この他にもアニメ転生したらスライムだった剣のオープニングテーマ2曲も収録されています。まあ、アッセンブルはその結集するとか集めるみたいな意味の入れたものなんですけれども、すごい力を結集したアルバムになっておりますので、どこから聴いても楽しめる内容になっていると思います。さらに、そのアルバムを引っ提げて3年ぶりに全国ツアー、たくま寺島ライブツアー2020フォースステージアッセンブルが5月からスタートとなります。この地方ではですね、オンエアされている地方では5月30日土曜日に名古屋の新栄ダイヤモンドホールで開催する予定です。寺島のライブに来たことある方はもちろんですけれども、興味があった方、まだ来たことない方、最近知ったよっていう方もぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。その他僕の最新情報はオフィシャルサイトなどをチェックしてください。よろしくお願いいたします。 いつか朝霞さんのこの番組、スタジオにもお邪魔したいななんて勝手に思っているんですけど、どうですか朝霞さん、よかったら遊びに行ってもいいですか。いつか呼んでくださいね。ということで、ここまでのお相手は寺島拓磨でした。バイバイ。寺島拓磨さん、ありがとうございました。もう大歓迎ですよ。もうぜひいつでもスタジオ開けておくので遊びに来てください。あ、でもアフレコって事前に映像をいただいてお家で練習したりとかできるんですね。まあ、でもね、寺島さんがやっていたそのウルトラマンタイガの収録はぶつけ本番に近かったということで、早速リリース中のフォースアルバムアッセンブルから1曲聴いてください。寺島拓磨さんでアンブレイカブル。めっちゃかっこいい DM だし、寺島さんがライブで歌って踊ってる姿がパッとイメージしやすかったですね。ということで、寺島拓磨さんがリリース中のフォースアルバムアッセンブルからアンブレイカブルを聴いてもらいながらのエンディングです。ここで朝霞情報。去年10月に行ったライブ、朝霞 20th Birthday Live Eve のブルーレイが好評リリース中です。このライブブルーレイのネットサイン会を明日3月29日日曜日と4月17日の金曜日に行います。当日券出るかどうかはサイトの方をね、公式サイトを確認していただければと思います。いずれも詳しくは私朝霞の公式ホームページやツイッターをチェックしてください。公式 LINE アカウントでも最新情報が受け取れるので、ぜひ友達登録してあげてください。ということで、今日は内田真彩さんをゲストに招きしてお話ししてきましたけど、一個意外だったなって思ったのが、熱しやすくて冷めやすい方なんだなっていうのは意外でしたね。野球も好きって言ってたしね、運転のね、免許取ってから車も運転してるって言ってたけど、結構アウトドアな方だったんだなっていうのも意外だったしね。なかなか同じイベントでも日にちが分かれてて別日だったりとかっていうのあったりしたから、ゆっくりね、ちょっとお顔を見ながら、目をこう見ながらね、お話できてちょっとドキドキしちゃいました。あのジャケットも可愛いんで、ぜひ皆さん CD 聴いてみてください。さあ、来週はですね、人気ガールズバンドプロジェクトバンドリに登場するバンドロゼリアのギター氷川さよ役や、アニメハチミツとクローバーの花本はぐみ役などで知られ、先日ソロメジャーデビューを果たした声優の工藤遥香さんがスタジオに初登場。さらにテレビアニメ魔法科高校の劣等生や夏目友人帳の主題歌などでも知られるシンガーの安田霊さんが2度目のコメント登場です。お楽しみに。それでは来週も朝霞とおたか
活しよう。私の得意なモノマネします。いきます。猫森です。